ということで坂本おめでとうございます皆さん、はい、前回から少しメトロノームを離れてます、ね、離れていや相も変わらず僕らはメトロノーム大事やとは思ってますよ、思ってますけど、最終的にはそこに持っていきたいなとは思ってますけど、思いながら話はしてるんですけどね、はい、で前回まあちょっと難しかった、内容でございます。これはちょっと理解した人少ないんじゃないかなという反省も込めましてですね、そうですね、ちょっとハーモニーについてなんですけどね、コードの話ね、コードの話っていうだけでも耳を取りたいでもギターの人は大体コード弾いてるんじゃないの？違うんだから、そっからね、じゃあ音目、自分が弾いてる音目をどうかって言ったらもう、そうですね、 95% の人は知らずに C 弾いてたり G 弾いてたりしますから、私の C はもうこれでいいって言う人がやっぱ多い、それはちょっとやっぱもったいない。いや、もったいないですよ、せっかくだって C 弾けてんのに、うん、そうなんですよ。だピアノでもやっぱここで C 弾いて次に G でこうまた C 同じ子戻ってきますとかって言うたら、やっぱりその展開がなんかね、あの寂しいというか、まあ、なんかこう同じようなことばかり弾くとかみたいな感じでやっぱ聞こえちゃうもんね、いろんなところで C が弾ける方がやっぱりね、はい、楽しいと思いますし、うん、その C というのは一体何なのかっていうところを、うん、前回ねちょっと説明したんですけど、はい、まあ多分この辺りで寝てる人が多かったんじゃないかあの睡眠導入剤どうかそういうことだもん、それ反省を踏まえましたですね今日はだからこのみんなだからこの C とかあのアルファベット表記要はね、うん、あそうですね、これまあ、だから馴染みがないもん。そう、だってドレミファソラシドですよね、我々は。まあドレミファソラシド馴染みはあるけど、実はイタリア語やっていうのを知らんかったっていうのは、まあ、僕もそうやった。そう、日本語やと思ってました。どちらかというと、だからハニオホヘトの方があんまり波長音とか聞いてたよ、正直。ああ、確かにね、そっちの方が馴染みやね、日本人はね、はい、それがもうドレミアっていうこと自体も意識してないもん、ね、いや確かに波長長、うん、波長長ですか、うん、波長長をこう入れて、あ、分かります分かります、 C メジャーとかね、そういうことは一切やっぱり学校求めなかったしね、うん、なんですけど、まあやっぱりこのコード、ネームにはアルファベットがたくさん出てきます、ね、出てきますね、いわゆる僕らが使う譜面でいうと C メロね、コードメロディー譜面、略して C メロってなんですけど、まあ、メロディーが書いてあって上にコードが振ってある、まあ、ギターやったら歌詞があって上にコード振ってあるとかね、だからやっぱり目にする機械だとか、ね、あのテキストもまあやっぱそういう風になってますね、うん、なってます、ここはしっかりと理解しておいてほしい、うん、ところでございます、はい、まずはこの音名、アルファベットになれようというようなところそうですね、うん、それが分かってないことには、このコードもなかなか理解しにくい、しにくいと思います、うん、そこで復習でございます、はいはい、これはもうちょっとね消しておきますもんね、もういきなり3はまずいです、はい、だからまあみんなもねちょっとねあの手元に5000がありましたら回答欲しいと思うんですけど、いいですね、ドレミファソラシドジャッとね並んでます、うんうん、ドレミファソラシド、これはもう皆さんね小学1年生でも多分理解してる、これドレミファソラシド、ここまでは大丈夫なはずですよ。でこの下にですね、C からです、ドは、C からスタートなんだと思います、はい、これ A じゃないっていうところがポイントですよね、C、E、F、G、ここで H いかないです C がいかない、A です、あのドイツ語とかやったらね、ああそうですね、聞いたりとかするんですけど、僕らは、まあ、ほとんど使わないんですけどね、はい、杖で AF、ゲア、ハみたいなやつがね、クラシックの世界は、まあ言いますね、なんかね、結構ね、あのバイオリンの先生とか、ね、言うね、ゲーセン、デーセンとかね、うん、あの僕、だから麻雀やってたから、そっちの、セーマン、セーマンとか。それで馴染んでる人もこうね、あのまあ我々のギャラとかね、ゼーマン、デーマンとかたまに言うたりしますけど、そうなんです、で僕らがまあやっぱり、知っておきたいのはやっぱりこのアルファベット表記、これを例えばファーは F だとかソーは G っていうのをもう一瞬でその、そうですね、読み替え頭の中でできるようにっていうところ、ここが第一関門な気、僕は割とここ結構時間かかったんですよ、いや僕もそう、うん、
ファーだけは入ったけど、なんで、あ、エフレやから。めっちゃ分かりやすい。確かに。いや、そもそもね、さっき言うてはったけど、僕ここ A が良かったもん。まあね、動画そうなんです。これだからもう全部、日本語にしてもそうやね、ハから始まるからね。そう、我々、イロハに俺と、ハに、イロハに、ほうですよ、ほうです、ほうです、ほうです。日本語が一番危なかった。危ないですね。まあ、ほんま使われへんもんね、こっちは。何を思い出すよ。だからここからスタートしてるんだよ。うん、だからこれなんでここからスタートしてるのかっていうのは、A っていう音がやっぱりその基準になってるから、ね。世界基準音ですね。うん、いわゆる440。440。まあ、ここから、基準音を作って他の音が、チューニングが決まってるということね。うん、なので、A の音からスタートしましょうというような基準で、はい、A の音から、まあ、ラーの音ね、ラーの音からスタートしてる。だからギターでもチューニングするとき、A ですよね。まあ、今はでも、あんまり、あれよね、チューナー使ってかな。なるほどね。イニシエは A やったんですよ。そんな何に合わせるのかさえ。なるほど。真ん中合えばいいやろ、精神。とか数字で出てくるやつね。そうなんや、チューナーでも。あー、なるほど。あ、でも、まあ、確かに分かりやすいですよね。うん、まあ、6弦合わせが6弦、はい、5弦か。こうなってくると、まあ、どん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 やっぱここから離れていくね。そう、うん、まあ、これまあちょっとまあ便利なようでちょっとなんかちょっと確かにね、思いやすいんですけど、まあ、本番はね、一番いいのは耳でやっぱり合わせて、まあ、音差っていうんですかね、音差とかね、ヤマハのこのバグにもなってますけどね、うん、あの音差ポーンってやってこの口で加えてチューニングするっていうのが、うん、あれでも憧れでしたっけ、からね、あの先輩のギタリストとかがね、音差で、まあ、そういう姿はもう見ないよ。あれ、そう、ね、老害みたいになってるよ。大丈夫。まあ音差があんま売ってないからね、今ね、ないんかな、音差ね。いやでもさ、チューナー進めるでしょ。僕が楽器店の店員であったとしてもチューナー進める。同じく僕が楽器店の店員であっても絶対チューナーを進めします。さあ、もうかわしたらなんかクレームとかないそうだ。ああ、確かにね、絶対合わせんねんみたいな。確かにね。まあ音差は A ですね。そうそうそう、 A の音が出る、それが基準になるっていうところで、うん、A ラーが A っていうのを覚えてくる、うん、まあ、どうか C、 そこからまあ順番に並んでますけどね。ここでしっかりと A に、ね、切り替えると。これでもほんまにリンクするのめっちゃ時間かかりましたね。かかるよね。うん。うん、だからあの極力、まあ、これも慣れやから。そうなんですよ。慣れなんですよ。みんなも楽譜見て、そうが G っていう、まあ、そうやけど、まあ、G っていうのもなんとなくこの頭でも浮かぶように、しといてあげるとコードもまっすぐとも入りやすい。そうですね。いやと思います。だから僕の経験上で言うと、ほんまにこの動画 C、レーガ D がほんまにリンクするまで、この習いたての時ね、リンクせんかったから、結構多分そういう方多いんかなと思います。そういえばそうですね、そこ苦労したような気がするね。いや、それこそ皆さんと一緒で、 C はこの手の形、 F はこの手の形、まあピアノもそうですね、真のお味噌って覚えてる形で覚えてるから、だからいざこう言われた時、ほんまにパニックというか、うん、一瞬でそのファ、F とかっていうのがすぐ出なかったですね。あとね、エレキギターを、うん、僕、まあ、一番最初にやったんですけど、はいはい、エレキギターも最初はあの F とか G とか知らずにバン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 押さえてた、うん、7、9、5、7、3、5、次3、5、5、7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 、5、
コードネーム見てパワーコード押さえてくれんけど、うんうん、F って言ったらここやな、 G って言ったらここやな、 C ここやな、 D ここやな、で音名とねそれがねあのリンクするようになってる。ああなるほどね。結構このパワーコードを演奏するとそういったところがね確かに確かに確かに、うん、ここ F ここも F やったな、確かに確かに、そしたらまあ F がパワーやなとかっていうのは頭に入りやすい。 それはねだから確かにパワーコードやったら同じ形やからあのスケール練習やってるのに近いですね。そう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 、コードと違ってそのまま滑らせてる。うん、
だからここの音名が分かってないとダメなので、うん、自然とまあ これでリンクしたって感じかな、うん、僕はパワーコードいいかもしれないですね、うん、パワーコードっていうのはね、まあ、コードの話で、続きでちょっと言うとくとね、はい、2音だけなんです。だコードというにはちょっと乏しいぐらいの2音、うん、1度と5度だけのコード、うんうん、これだからギター、あのエレキギター弾いたことない人にとったらあんまり馴染みはないかも。ああ確かにね、ピアノでもなかなか1号で連打することってないですもんね。楽譜ではよく C オミット3って書いたりしてます。書いてるね、うん、C オミット3っていうのは3度の音を省いてくれるということなので、1度と5度だけで、作ると、だからまあ要はパワーコードっていうことなんですけど、ギターで言うとね、うん、重厚ラインっていうか、うん、一番まあ混じりやすい音ですね。そうですね、はい、はね、うん、だからまあこのコードのいいところは A マイナーであっても、うん、A メジャーメジャーになっても A セブンになっても、うん、全部一緒です。一緒やサンドとセブンスは関係あらへんから、そうそうそう、うん、そういう利点はあるけど、うん、ただまあそのコード感をあの示しにくい、ね、まあまあまあそうですね、うん、それだけ聞いててもあのマイナーなのかメジャーなのかはまあ判断つかないですよね。あ、また難しい話になる、あ、危ない、やめましょう。今ちょっとこれが合うかなと思います。まあでもあのとりあえずこれリンクするところからやと思います。ほんまにコード始まる前はエレキやってる人はとにかくパワーコード弾きまくる、それで覚える、うん、ピアノの人はまあ音符じゃなくて、このアルファベットを見ながらドレミに弾けるようになるのがまず第一歩かなと思いますね、うん、っていう練習を、スタートしてもらえるから、はい、まあ、結論慣れしかないです、ね、そうです、何回もやる慣れですなんか来るねん、まあ、コードのところはハーモニーは慣れや、慣れですねいや特効薬がなくないですか、繰り返しやれてほんまに反復練習でしかないというか、ただまあ逆を言うと反復練習すれば誰でもできる、あ確かに、だからセンスいらないよね、そう、うん、繰り返しやればできるから、うん、リズムより理解もしやすいし、確かに、物にはしやすいんじゃないかな、確かに確かに確かに、もう覚えるだけやから、うん、うん、まあ、遅かれ早かれみんな多分マスターはできる、うん、それぐらいで、うん、なので諦めずに、はい、練習励んでみてください。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。はい、ありがとうございました。